はい、皆さんこんにちは、みどりです。今日はね、これから友達とランチ、お外で食べるんだけども、昨日はね、私夜中に一生懸命カステラ作ってたの。夜にね、友達が明日ご飯食べようなんて話をして、で、まあすっごい久しぶりに会う友達なんですけど、半年ぶりぐらいかな。で、彼女すごいね、カステラ好きなんですよ。で、私が時々家でカステラ作ってるよなんていう話を前からしてたんだけど、そしたらそのね、緑のカステラ食べたい食べたいってずっと言ってたので、だけどもなかなか食べさせてあげる機会がなくって、で、ロックダウンとかでもうね、ずっと会えなかったし、で、今日久しぶりに会うっていうことで、で、それでね、よし、じゃあカステラ作ってあげようって思ったんです。で、それで、まあ今日の午前中に作ってもいいかななんて思ったんだけども、でもケーキ類、このカステラも含めて、翌日とかが美味しいんですよね、その作った当日よりも。まあだから昨日の夜に10時ぐらいかな、一生懸命で卵を泡立てて作りましたよ。で、焼き上がってカットして、で、もう全部ね、作業終わったのが12時ぐらいだったかな。はい、一生懸命作りました。じゃあね、ちょっとね、その様子見てみてください。オーブンから出したところ、はい、どうぞ。はい、じゃじゃん、カステラ完成したよ。こんな感じでね、オーブンから出てきたらこんなに膨らんでます。はい、でもね、この後すぐにしぼんでいきます。はい、見てみて、こんな感じです。しぼみました。でね、生地が割と黄色っぽいの分かるかな。はい、ということでね、昨日の夜作りました。ここにも2切れ出してます。はい、ご飯食べて、その後うち来てね、一緒にカステラ食べようと思って。で、このカステラなんだけど、私ね、ポルトガルのレシピで作ってます。で、もともとカステラってポルトガルから日本に伝わったお菓子という、ことですけど、まあ、日本ではちょっと日本人の口に合うように、改良したんですよね。で、私はポルトガルレシピで作ってます。はい、で、ポルトガルのカステラもいろんなタイプがあって、半生っぽい中がドロッとしてるのもあるんだけど、私はそのタイプよりももう生地が全部、もう焼けて固まってる方が好きなので、そういう、カステラを作ってます。で、使う材料はもう簡単口頭でいきますね。卵、小麦粉、砂糖で、そこにちょっとベーキングパウダー、終わりなんですね。はい、で、分量なんだけど、私ね、何度かカステラ試して、最初ポルトガルのレシピ通りにやったんだけど、そうするとね、もう甘すぎてダメだった。で、その分量が卵6個、これいいですよね。で、そして、小麦粉 125g、 これもね、これでいいんです。で、そしてベーキングパウダー、そこに、小さじ1ぐらい。砂糖 250g か。うん。これはもう甘すぎる。で、そしてね、何度か作ったんで、まあちょっと極端なやり方してみようと思って、砂糖をね、今度は極端に減らしてやってみたこともあるんですよ。150ぐらいでやったこともあるの。でも、そうすると生地の食感があんまり良くなかった。で、甘さもやっぱりあんまりなくって、で、そしてもうこれがベストな甘さっていう、それがね、卵6個に対してですよ、お砂糖 180g、 もうこれがベスト。はい、で、私オーブンに、入れる型、それがね、ちょっと大きいんで、で、それでその卵6個を8個で、私はやってますから、小麦粉とかお砂糖とかも、まあ、それに合わせて同じ比率で、分量を、増やしてます。はい、で、それで、とっても
美味しいカステラができるので、でね、あの卵を最初に泡立てますけど、別にねこれね黄身と白身と分けなくっても私はいいなと思ってます。うん、でだいたい15分ぐらいずっと泡立てるんです。はい、お砂糖入れてね泡立てて、でそして、小麦粉ベーキングパウダーもふるいにかけて入れて、でざっくり混ぜて、もうそれだけ生地は、はい、でちょっと空気抜いて、そして180度ぐらいのオーブンで、40分ぐらいかな、焼いて出来上がりという感じなんですね。はい、でそれでまあちょっとね周り固くなっちゃうんで、縁はまあ切り落として、はい、でそして四角くカットしてこんな感じになります。カステラね美味しいのぜひ皆さん、これね作ってみて、シンプルだから、ね、卵と砂糖と小麦粉あればねできちゃうから、はい、ということで皆さん今日はカステラでした。はい、じゃあねー。